限ることを学んでしまった。お前もいつの日か背を刺されるとは思わんのか。さあ馬を降りろ。ここからは歩く。御意のままに。我が一族の墓所、坂井家の先祖七代がここに眠っておる。お前の母もな。父上も。手を合わせてやらんとな。寂しくなります。そうだな。お前は謀反人になった。私を切れと。クロードは罪人だ。武士に逆らうよう民をそそのかし、己を守るためです。毒でか。もうこの手に渡ったのだぞ。あのままでは民を犬死にさせていました。誉れを捨てたな。誉れが何だとおっしゃる。残念だ。志村の家を途絶えさせるわけにはいかん。新たな子を迎える。この首を土産に。その首は我が戒めだ。これで最後になるな。いい日和だ。受け取れ。最後の言葉をここに記すがよい。承知しました。我がシフト。あ
に願わざる天命に。冥土の蓮に出で会うるかも。父も母も見ておるぞ。はい、叔父上。鍛えてやる。酒井家でも古今無類の武者へとな。お前は我が子同然だ。どうする？やります。わけにはいかない。お前に傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を切れば傷は増す一方。越地に背くわけにはいかぬ。私の過ちを。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。誉れある最後を遂げたい。誉れをなくしても我が父だけは切れません。これから先罪人として追われることになるぞ。承知の上。